変異したウイルスは国内では確認されていないということです。イギリスで感染が拡大している通常よりも感染力が強いとされる変異した新型コロナウイルスについて加藤官房長官は国内では確認されていないと明らかにしました。その上で水際対策についてイギリスは上陸拒否の対象国に指定しているとしてイギリスからの入国については慎重に対応していくと強調しました。